はい。今朝ね、起きてびっくり。ゼルダエディションのスイッチが投入されるということでね。いやー、スイッチエディション、いいですね。かっこいい。以前ね、ちょっと海外でリークされていたものが現実となったといった感じでしょうか。こちら、有機 EL モデルがね、Tears of the Kingdom エディションとして、スイッチ登場してきますけど、4月29日、4万円近いんですよね。まあ今まで歴代ゼルダエディション購入してきましたけど、いやハードがね結構高価になりまして、4万円ですよ。ほいほいほいと買えるのかといった気もしますよね。まあちょうどね、先日終了してしまった 3DS Wii U の、e ショップにかなり金額を投入した方も多いので、いやこのタイミングでこうかと思いますよね。ということでこちらがね、まあ 3DS 系の限定モデルになりますけど、こういった感じでなんだかんだゼルダモデルって出ていたんですよね。いやこんなにハードいらないだろうということなんですけども、ということはですね、まあハードも人気が出るでしょう。ただそれ以上にこちらのね、左側のプロコンなんかはきっと手頃というかね、ハード本体に比べればまあ手頃な値段なので、プロコンは結構ね、今までの様子を見ていても争奪戦になるんじゃないかなと思います。まあキャリングケースはどうでしょうね。そこまでじゃないかもしれません。さあ気になるのは、個人的にはじゃあファミコンモデル、ずっとね自分は推してるんですが、出るのかと。このタイミングでゼルダエディションが出てしまうと、いや出ないだろうというのがね、大方の、予想になっています。ただまあ20周年の時はご覧のようにね、ゲームボーイアドバンス SP なんかが、ファミコンエディションとして投入されました。まあ当時は確かに、再びね原点回帰と言われた年でもありましたんで、まあありっちゃありでした。それ以降あんまりね、ファミコンモデルっていうのは実は出てません。まあ近いところでこちらのね、スーパーファミコンエディションの 3DS がありましたけど、さあファミコンエディション出るんでしょうかね。気になります。まあ特におっさんゲーマーからすれば、このねファミコンカラーのスイッチなんていうのは、憧れの的になります。まあもう現在コントローラーは出てますよね。スイッチのコントローラーとしてファミコンのコントローラーは出てます。さあできればね、ハードもファミコンモデルとなったら発狂ものなんですけど、じゃあ出るのかどうかって、ちょっと期間が短いんじゃないかという説もありましたけど、調べてみましたよ。去年スプラトゥーン3モデルが2022年8月26日に登場、その後ポケモンですね、スカーレットバイオレットモデルが11月4日に登場しています。2ヶ月ちょっとで、まあ、限定モデルが投入してますんで、まあこちらのねゼルダモデルから7月の15日あたりファミコンモデルまで、スパン的にはですね、前回のスプラトゥーンとポケモンの場合と大体似た感覚になってますんで、全くゼロではないかなと思います。まあその他の理由に当たるのが、まあもうねスイッチってある程度普及しちゃってますんで、あとは2代目3代目の需要をね掘り起こす必要があるということで、まあ、ファミコンカラーとかねゼルダモデルなんていうのはおそらくおっさんホイホイなんですよね。なので、まあ、2代目3代目需要ってことを考えると、まあ、ファミコンカラーが出てもおかしくはないと個人的には思っています。出してほしい。あとはねネスカラーとかも、ただまあ1台4万円ぐらいしますんでね、どうなんでしょう、悩んじゃいますね。はい、昔のようにポイポイね、SP ぐらいだったらポイポイ買えるんですけど、さすがに4万円をポイポイ買えるのかって言われると、って感じになりますよね。で、先ほど言ったね、スプラポケモンモデルの例からしても、短期間に限定モデルの投入はあり得ると思いますよね。はい、といった感じで、まあ、特にね、もう7年目のスイッチなんで、ハードはそこまでガンガン売れるかっていうと、まあ、微妙といった感じだし、あとはまあ PS5 もね、今期めちゃくちゃ頑張ってきていますんで、
まあそういった意味で限定モデルでね、ちょっとこう目先を変えて需要を喚起するっていうのであれば、まあありえんじゃないかなと思います。ということで、とりあえずね、こちらゼルダの伝説のね、スイッチモデルが登場します。スイッチモデルじゃないね、ちょっと言葉が変ですけど、ゼルダモデルのスイッチが登場しますといった感じです。いや、このパッケージとかね、ジョイコンもかっこいい、これは欲しいなといった感じです。まあ結構歴代こうゼルダモデルってね、パッととりあえず買ってしまっていたというのがありましたんで、今回もね、触手は動きますよ。で、さっきも言いましたけど、プロコンなんかはね、結構今までの例からすると争奪戦になるのかなと思います。まあゲームする上で本体はともかく、コントローラーは結構使いますからね。そういった意味でプロコンと、まあ、本体は争奪戦といったところでしょうか。いや、とりあえずね、今回はニュースまでと、まあファミコンカラーが出るのかといった感じで話してみました。速報でした。あんまり早くないけど。ではまた。